E クラスクーペメルセデスベンツ E クラスはドイツの自動車メーカーであるダイムラーがメルセデスベンツブランドで展開している E セグメントの乗用車であるセガンステーションワゴンにドアクーペ及びカブリオレの各車種を用意するメルセデスベンツの中核モデルでその源流は S クラスをはじめとする他のクラスよりも古く W136 まで遡ると言われ直接的な系統は W121 となる。もともとモデル名を表す数字の後につく E は1950年代に現れた最新の燃料噴射技術からアインスプリッツンの頭文字である。1985年から1993年まではミディアムクラスの名称で販売されており E クラスと変更された後も位置づけは変わっていない。サイズは C クラスと S クラスの間に位置し、 派生車種として CLS クラスが存在する。セダンとステーションワゴンには4マチックと呼ばれる4輪駆動モデルが設定され、公設地域での需要に対応している。2006年には日本におけるメルセデスベンツの最良反射種となり9639台が販売された。以下 S クラス8078台、C クラス8042台。 B クラス7189台という販売状況であった。2007年以降は品質問題から C クラスに最良反射種の座を明け渡しており、2009年における販売台数は7428台、C クラス9384台であった。しかし主力モデルであることには変わりはなく、ドイツ本国ではタクシーの主力車種でもある。 アメリカ自動車保険業界の非営利団体である米国道路安全保険協会が2000年から2003年に起きた事故を調査した結果では最も死亡率が低い車種であることが発表された。一方で同団体の1997から2000モデル図ではオーバーオールで A リストレインズダミーキネマティクスは P サイドインパクトテストリザルツは A と判断された。 2010年モデル以降は全項目で G となっているが、同時期の BMW5 シリーズや、アウディ A6 も同様の評価であり、特に突出したものではない。またスモールオフセットについては、評価されていない。2006年8月から2008年1月まで、日本国内で販売される乗用車としては唯一、ディーゼルエンジンを搭載した車種を用意。日本では、 環境イメージの悪化から販売が途絶えていたが、2006年8月、3リットルの V 型6気筒ディーゼルターボの E320、CDI アバンギャルドで復活した。ガソリン車と比べて大幅に燃費が向上しており、プレミアムガソリンと軽油の燃料費の違いもあって、走行コストは半分程度となるものの、エンジンはガソリンより各部が頑丈でターボを装備することから、 価格は割高であった。E320CDI は従来のディーゼルエンジンに比べて環境負荷は大幅に低減していたものの、日本で2009年から施行されたポスト、新長期規制に適合しておらず規制開始までの暫定販売とされたが、2008年モデルから排気系の改善が行われたことで同規制に準拠した。一方、 世界で最も厳しいと言われる米国カリフォルニア州を、はじめメイン州やマサチューセッツ州、ニューヨーク州、バーモント州など5州の排ガス規制を満たしていないことで、該当地域では販売不能の状態となった。2009年度に登場したブルーテックというモデルでは、尿素 SCR システムを併用することにより、有害な窒素酸化物の排出量が改善できるとされている。 日本では2010年2月24日に E350 のセダンとステーションワゴンのブルーテックアバンギャルドを発売、輸入 AT 社発のクリーンディーゼルエコカーメン税車となった W124W123 の後継者にあたる W124 は初代 E クラスコード番号である。ボディは4ドアセダン、5ドアステーションワゴン、2ドアクーペ、2ドアカブリオレ 6ドアリムジンが存在した。多くのパーツを共用する W201 型をそのまま大型化したデザインで台形の小ぶりなテールランプが特徴。リアサスペンションは長らく続いたセミトレーリングアーム式から 190E 譲りのマルチリンク式に変更されている。フラッシュサーフェイスが推し進められた結果、メルセデス市販車では史上初となる0.29の CD 値となった。 日本への輸入が開始されたのは1986年。当時、日本ではバブル景気だったこともあって大量に輸入され、正規輸入車、並行輸入車ともに、バラエティに富んでいる。例としては、柳瀬より1989年、1991年に発売された 260E のロングホイールベース車がある。これは、定員8名の6ドアのリムジンであるが、単に、 ホイールベースを延長したものではなく、メルセデス・ベンツ本社がホワイトボディより製作シリムジンの懸念材料である合成低下を抑えていた。最前カムカの時代に作られた最後のミディアムクラスとして、現在でも人気は高く、W124 を中心に扱う中古車、販売店も存在するが、生産終了から相当の年数が経過していることも、あり良好な個体は減少している。 W210E270CDI 後期型10年にわたり、販売された W124 の後継として1995年に発売。フロントマスクでは、楕円形の4等式ヘッドライトが特徴。フロントサスペンションが W124 のストラットからダブルウィッシュボーンに変更されたほか、ステアリングがボールナット式からラックピニオン式となった。 サイドエアバッグをドア内蔵方式を採用し ASR や ESPE も設定されるなどさらなる安全性向上が図られている。室内も拡大され鉱石の居住性が大幅に改善された。クーラーボックス機能付きコンソールボックスフルオートエアコンに加えてモデルライフの途中からは CD-ROM ナビゲーションシステムや自動防眩ミラーの標準装備化などを 快適装備も充実しているが、一方、メルセデスベンツの内装を特徴づけていた、実用性の高さは大幅に下がり、構成部品も一部簡略化され、革の材質をはじめとする内装の質感も、同様に、コストダウンされた。なお、マイナーチェンジ後の後期型では、品質改善がなされている。W211 アバンギャルド2002年に登場。 先代のデザインを踏襲しつつも大胆に傾斜した楕円形の四等式ヘッドライトなどを特徴とし、よりエレガントな様相を持っているが、後期型はフロントグリルを中心によりスポーティーな印象を強めている。外観はキープコンセプトだが、新プラットフォームの採用で全幅と前方が 20mm ずつ拡大し、 それぞれ 1820mm、1450mm となった。欧州やアジア、アフリカなどでは E200 コンプレッサーや E220CDI などの廉価版も存在するが日本では E250 以上のラインナップとなっていた。マイナーチェンジ後にオプションの標準装備化や追加装備が行われ、全体的に販売価格を上昇させた。走行に、 ディスクの水分の除去を行う機能やディスクとブレーキパッドの間隔を狭める機能などを備えた SBC が装備されたがセンサ類やコネクターの接触不良に起因するトラブルが多発し作動不良時に前輪二輪のみとなりアシストも働かなくなるため十分な制動力が得られないなど安全性に重大な問題があり大規模なリコールが2回行われた 2005年8月以降は信頼性が改善された SBC はマイナーチェンジを機に廃止されたが多くの顧客を失ったことによりこのモデル以降 E クラスの販売は C クラスに比べ順調とはいかなくなった W212E250 エレガンス2009年のデトロイトモーターショーで正式デビュー日本では2009年6月にデリバリーが開始された W210 から採用され続けてきた大型4頭、式ヘッドライトは斜め四角型のものへと変更されたが、不評のためマイナーチェンジで2頭式風に改められた。同年には CLK の後継車種となるクーペ、翌年にはステーションワゴン,ン、コンバーチブルモデルのカブリオレが順次導入された。デザイン的に C クラスと差別するためにリアフェンダーには、 W121 ポントン風のプレスラインが設けられたが、不評のためマイナーチェンジ時に廃止された。W211 の不具合の影響と W212 のデザインの失敗のために販売は、好調な C クラスと比べて不調であった。S クラスから採用されたナビゲーションやテレビ、ビデオ、オーディオ機能など、多彩な機能を直感的に操作できると謳われる。 コマンドシステムが新たに搭載された。なお、ナビゲーションは、地上デジタル放送チューナーを搭載し、DVD から HDD へと変更されている。E200 アバンギャルド、ニーバックを含めた9つのエアバッグのほか、ネックプロアクティブヘッドレストをはじめとする4種類の、アクティブセーフティ機構のほか、オプションではあるが、S クラスから採用された、ナイトビューアシストの改良型である。 ナイトビューアシストプラスやメルセデス初搭載となる車線逸脱防止支援システムも設定するなど多彩な安全装備を誇る E300 アバンギャルド E300 クーペスポーツ日本では2016年7月27日に公式発表され E200 アバンギャルドと E200 アバンギャルドスポーツは発表当日より販売を開始した W213 と S213 では、アヴァンギャルド、アヴァンギャルドスポーツ、エクスクルージブ E404 マチック、メルセデス AMG の4モデルでそれぞれ異なる外観デザインを採用したほか、ヘッドライトは二重の眉に見立てた形状のフロントランプを備えた新型の LED 式となり、アヴァンギャルドを除く、全モデルには、インテリジェントライトシステムとアダプティブハイビームアシスト、 プラスを備えたマルチビーム LED ヘッドライトを搭載している。2006年モデル2007の発売 PR の一環として E クラスによるパリ北京間 13,600km を走破するイベントがメルセデスベンツとして99年ぶりに開催された。33台の E320CDI、E320CDI4 マチックにより 1> 約1ヶ月間かけて行われ、シベリアの凍土から砂漠、100km を超える直線など、多い日は1日 700km 以上を走破した。ドライバーには、パリダカルラリーで1981年、1984年、1986年と、総合優勝を果たしたルネメッジなども参加した。サポートカーとして、G クラスやスプリンターなどが用いられている。 その他、ドイツの石油販売会社であるエリルとミシュランによるサポートが行われた。ありがとうございます。